雪解けが進んだ湿原に彩りを添える水場所雪景色とは一線を画すそそとした純白の立ち姿。北国にもようやく訪れた春色の風景をぶらり空旅。 栗原市の西端に位置する花山地区は。栗駒山麓に広がる。のどかな山間の集落です。花山湖の周辺にほんのりと漂う。雪解け水の香り。狭間川が花山湖に注ぐ寸前。ふと。春風がそよぐ。 以前は田んぼと河川敷だった土地を湿地に見立ておよそ4,500株の水芭蕉が一斉に春を告げる花山水芭蕉を印象づける純白の部分は花を守るために葉が変化した 法と言われるもの、仏像の背景にある炎のような形をしていることから仏縁法と呼ばれています。そしてこの仏縁法に包まれて咲く淡い黄色の小さな花たち湖畔から西へ。 長間川を上流に向かうと季節は少し逆戻りさらに峠へと向かう街道沿いに立つ国指定の史跡。かつて秋田藩に通じる花山越えの関所だった 仙台藩花山村ぬる湯番所跡まだ周囲には雪が残っていますが冬季休業を終え今月から観覧を再開しましたまだまだ雪が残る 街道筋それでも日ごとに暖かくなる日差しがゆっくりと季節を動かす山景色水芭蕉が咲く里山には青空にこだまする春の足音。